政法を勉強するための全ての前提についてちょっと説明しておきたいと思います。まず大事なのは行政処分と呼ばれるものです。行政には様々な活動形態があるんですが、その中で大事なのはこの行政行為あるいは処分。行政処分と呼ばれることもあります。基本同じようなものだと思ってください。この行政処分が大事です。で、この行政処分というのは大きく分けて、2つのタイプがあります。タイプの1が申請に対して許可や不許可を行うタイプ。タイプ2は不利益処分と呼ばれるタイプです。で、例えば許可が欲しいから X が行政に対して申請をしたのに不許可になってしまったような場合、X には不満が生じますよね。不利益処分は言うまでもありません。これ不満が生じますよね。で、こういう時に、行政はじゃない、ごめん、X、私人 X は取り消し訴訟というのを提起することになります。取り消し訴訟っていうのは、これは訴訟って名前がついていることからわかると思いますが、裁判所に対して提起します。審査請求と呼ばれる手続きもあります。これは行政に対して、やはり同じように不満がある行政処分の取り消しを求めるものです。これら以外にも、私人は違法な行政処分によって被った損害を行政に対し損害賠償請求する国家賠償請求と呼ばれる手続きもあります。で、まず行政法を勉強するときは、この、よく行政過程の全体構想なんて大層な言葉を使うことがあるんですが、この大きな流れ、とにかく行政処分というのがあって、それを取り消し訴訟、審査請求を使うときもあるけど、取り消し訴訟で取り消してもらう。この一連の流れを、まず、理解した上で、授業を聞いてください。